お医者さん、今日はね、朝比奈さん、朝比奈桃子さんにお会いできました。これはもうすべてオチトラさんのおかげです。オチトラさんのおかげで朝比奈さんに会いました。ありがとうございます。もう一回会っていいですか。よろしくお願いします。会いたいって言うから。マジですか。めっちゃ嬉しいと思ったけど、はい、会いたいって言うから知らないわ。じゃあ乗り込みましょう、乗り込みましょう。はい、撮影開始します。じゃあ今日は朝比奈桃子さんのトラックの紹介です。うわー、見覚えある、見覚えある。これいいですか。はい、お邪魔します。よし。はい、お邪魔しました。これ乗り降り大変ですよね。うわー、めっちゃなんかあれですね、かっこいいですね。ちょっと和訳者なんです。和訳、いや、でもめっちゃ、もう見ました、見ました。こう見ました、もうこのポジション、こうもう見ました、これ。はい、うわ嬉しいわ。うわ、こういう装備使ってるんですね。あそこにオイル服が、あ、これですね。これ着て、着てますね、着てますね。それです。ね、僕もさっき見ましたもん。ももかくーん言うて、はいはいってそのままでした。これ本物や、本物。うわめっちゃ嬉しいわってもう僕とお地蔵さんのトラックなんかもう中ごちゃごちゃですからね。もうごちゃごちゃですからね。もうベッドで寝られへん言うて。結構言われるんですよ。何を言われるんですか。整理整って。あ、これで、これで整理整言われるんですか。いや、そんな僕らやったらもうあれですよ。もう乗務拒否、乗務停止になりますよ。これが炊飯器で。あ、炊飯器で。はい。あ、GoPro ここのポジションですもんね、いつもね。そうです。ちょっと僕も。キャノンって言って美肌。美肌、やっぱりそこですよ。それは顔をこう突っ込むわけ。そうです。もう待ち時間とかに、待機時間に、はい、暇だなっていう時にこう脱いで、それは携帯容器です。あ、ひっつくやつね。あ、ひっつくやつ。ここに置いて、おじたらさんとか中さんの動画を見ながら走ったり、でこっちでも流しながらとか。うわ、なんかゴロッと話変えていいですか。あれ、おじたらシール、さっきやった。あ、今もらったんです。自分だけ。やっと探し出した。これこれうちで製造してるんですよ。うちの関連が製造してるんですよ。はい、関連って言っても丹石さんですけどね。はい、なんかあれですね、こう生活感あふれてますね。あれでスパゲティとか作れます。今からやります。これは、はい、ありがとうございます。朝比奈桃子さんがいただきました。ありがとうございます。嬉しいです。ステッカー持ってないんで。あ、もうめっちゃ嬉しいです。もうこんなんもう、どうしよう。ありがとう。お礼にあの制服着てみたらどうですか。僕ですか。着ちゃいます。宮田って言われます。宮田に言われます。どうしよう。このトラックボコボコなんです。え、そうなんですか。そう、なんか箱ボコボコで、テープで、ガムテープでとか。外側。そうです。なんでも。おとなしいの大阪の台風。あ、はいはい、関空の橋がようトラックこけとったあれですね。はいはい。あの日に高槻におったんです。うん。そしたら軽トラの箱だけが風で飛んできて、それなんてあれ修理してもらえないですか。いや、もうもうすぐ修理に入る。あ、もうやっと入るんですか。だから。へえ。なんですけど、本当にラジオ感覚でずーっと見ながら走ってるんで、あ、自分もその発信する側。はい。になってみたいなと思って、ちょっと笑かしたいなと。ああ、ね。はい。でも、あるところで、その、ある冷凍庫で、行ったら、リフトマンさんとちょっと仲がいいんですけど、おじとらさんって知ってるって言われて、はいはいはい。知ってます ?YouTuber さんですよねって。はい。それでちょっと盛り上がったんですよ。ほんますか。やっとお会いできた。なんでそこで本舗なんか知ってる逆質問してくれないんですか、そのリフトマンに。中さん知ってますか。そういうとこじゃないですか。ね。誰やそれ。またそのレベル、またそのレベルですけど、誰やそれ。ももちゃん、ももこちゃんのチャンネル登録数アップ計画のために僕ら今撮影してるから、間違いないです。この映像で200人増える。マジで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。頑張ります。なんか、中さんの、はい、そのファミリーさんたちの、はい、夕ぼらけとか。はいはい。昼ぼらけとか。見てます。はい。あ、ほんまですか。あ、ありがとうございます。関連。ありがとうございます。もうね、あいつは勝手に始めたんですよ。ポンポファミリーっていうのが勝手に増えたんですけど、みんな勝手にやってるんで、もう一人一人がもういった個人事業主なんですよ。そうなんです、ね。だって僕会費も何も取ってませんもん。ですか。いやー、でも今日はほんまありがとうございます。嬉しいです。こちらこそ。ね。よかった。すごい、なんか。僕
か、もうこのおっさん朝まで喋る。そうなんです、僕ね。でね、止めとかとずっと喋ってるけど。ずっと喋るんですよ。ほんますいません。会えてよかったです。僕も良かったです。ありがとうございます。ほんまにありがとうございます。朝日奈さん、ありがとうございます。でももうだんだんもう握手が嫌になってきて、グーですよ。もう最後の方、グーでしたよ。いや、いや、もう出た。でも歩きで運転するよね。コスチュームの紹介します。また、もう早く帰りたいです。出していい、じゃあ、本舗なんか、朝日奈桃子さんのコスチュームを。こんなちっちゃいんですか。そうです。ね、これがパッツンパッツン。だから太って見えたんだ、パッツンパッツン。そうです。ああ。5キロ太ったんです。おお。この長距離になって。あ、やっぱり長距離になったら太る。太って最初え、でもどうなんですか、手伝いにとか来て、バーって来てくれたりとかしたら、どうします、手伝ってもらうんですか、断ります。どあ、すいません、ありがとうございます。でも大丈夫ですよっていうのは。あ、そんな感じで言うんですか。僕ね、何回かね、あの、女性の方でやっとったから、あ、手伝いますって、いいです、いいですって、固くなり断られて、いいです言うて言われて、そんな拒否があってもうと思って。自分が初めてなんで、YouTuber さんと会ったの。そうですよ。あ、そうなんですか。最悪ですね。もう最悪ですね。見た瞬間、本物だってなったんですよ。おしとらさんも中さんも。うわ、嬉しいわ。めっちゃ嬉しいですよ。見たことあるって。ありがとうございました。はい、失礼します。またよろしくお願いします。お疲れ様です。